今回紹介するのは「男友達」文文春庫という本です。新進経営のイラストレーター新芽葵は関係の冷めた恋人と同棲しながらも愛人との仰せを重ねている仕事は順調ながら本当に描きたかった世界は何だったかを見失っている気がしてならない迷いの中にあった神名のもとへ。 ある日かかってきた一本の電話はかつての男友達長谷尾からのものだったお互い常に恋人がいながらも決して離れることがなかった大学時代誰よりも理解し合いながら決して愛し合わないそんな関係だった二人が再会した時何が起こるのか29歳の女性のリアルな心情と男女の友情関係を描き 大きな反響を巻き起こした本作は読者にとって友達との関係に深く思い至らずにはいられない一冊です。ハセオの存在が都合良すぎてファンタジーに感じてしまうこの著者の作品は初めて読んだ流れるように自然で。 よくできている物語だと思うしかし神奈に魅力を感じない主人公に魅力を感じないというのも珍しい経済的に独り立ちしているそこはいい自分の好きなことは縛られずにやりたいそこもいいでも一人ではおられないだから同棲している神奈は同棲相手のアキラニンとの関係は対等で平等で 人もその関係に納得していると思っているでもあきら人はそうではないそこの想像力がカミナには決定的に欠けているそしてその同性相手がいなければいられないくせに医者と不倫しているこの医者については論外な性格に描かれているしカミナの方にも問題は大ありなのでまあどうでもいいのだがそれでも 名に対してふざけるな、と感じてしまう。特に第3章の最後「周囲の人間は神奈のお守りのためにいるんじゃない」ともし私が神奈の友人だったらはっきり言ってしまっているだろうそして久々に現れた男友達のハセオこのハセオがまた信じられないぐらい神奈という女にとってごつごよく描かれているハセオが「 神名の男友達としてもう少し死んらずでもいいのに。と感じたハセオはカミナを甘やかしすぎるそこで急にリアリティが失われてファンタジーの世界に入っていく気分にさせられてしまうそのモヤモヤが少しだけ解消されるのが第6章の最後だった私にはこの物語の中のハセオは男友達ではなくて カミナという大きな赤子を守る親としか感じられなかった。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。